ジアトコ前駅は、静岡県富士市与田原町にある、学南電車学南線の駅である。副省は、ジアトコ市地区前。駅番号は、GD02。会社名のジアトコが、ジャトコと読まれるのと同様に、駅名も、ジャトコ、前駅という読みになっている。隣の吉原駅とは 2.3km 離れていて、これは、学南線の全線距離の4分の1にあたり、 船内で最も駅間距離が長い。ジアトコ株式会社の花咲くジアトコ全駅プロジェクトにより芝桜が多数植えられている。以前の駅名は日産全駅といい、その駅名の通り日産自動車の吉原工場が近くにあったが、1999年6月に同工場の業務がジアトコ株式会社に営業上とされ、ジアトコの工場となった。 そのため2005年4月、実情に即死駅名が、ジアトコ前駅へと変更された。単式ホーム一面一線のみを有する地上駅。ホームは線路の南側に配置されている。駅舎は設置されておらず、無人駅である。かつては列車交換可能駅となっていた。静岡県統計年間によれば、1日平均の乗降人員は以下の通りである。 上降人員は、学難線の全住駅の中で最も少ない。地屋との工場が目の前にあるほか、ロードサイド型店舗が近隣に出店している。また、富士警察署が比較的近い位置にある。ありがとうございます。